ちょっと、これは6月に、もう6月に入ったんですけど、6月は梅のなるシーズン、今年は梅の不作みたいなんですけど、梅の歌を、梅の歌を。もなく鳥がつついてしまっても、ちょっとの虫が潜ってしまっても、だからといって燃えたりしないでね、だからといって燃えたりしないでね。わずかの枝葉を伸ばす水を垂らしてしまったりしないでね。赤子の産毛を真似たような、ちっちゃな頭蓋に似せたような、赤子の産毛を真似たような、ちっちゃな頭蓋に似せたような、赤子の産毛を真似たような、ちっちゃな頭蓋に似せたような、
最後のこの歌と、スゴリさんっていう、あの、ありますけど、宮川さん。商店街の一角なんですよね。ここは私あんまり将棋ってこう開けた店とか、そういうとこしか行かないんですけども、商店街歩いてみるとそんなにさびれてない感じ。もうこれ新しいお店もあって、いろんなお店があるので、ユニークな商店街のスノーリーさん。ちっちゃな頃から商店街はずっとやってる、欲しそうなものも置いてない、品揃えだって変わらない。素通りさん、素通りさん、たまには見てっておくれよ。素通りさん、素通りさん、買わなくてもいいから。携帯ショップの店員はどうしてあんなに水っぽいのか。その手前の手前の澄んだ店の奥、白髪の夫婦が並んで座ってる。店番さん、店番さん、なんだか置物みたいだね。店番さん、店番さん、仲良く通りを見てる。下の子供に器を持たせて、絹ごし印帳貼ってね。まだ駅前までは無理なので、酒屋の向かいのお豆腐屋さん、お使いさん、お使いさん、帰りは重たくなるけど、お使いさん、お使いさん、慌てなくていい。お使いさん、お使いさん、お釣りはポッケに入れるんだよ。お使いさん、お使いさん、走らなくていい。どうもご苦労様でした。ロケットさんが元気になりますように。皆さんでこのイベントをまだまだ大変なことまで盛り上げてもらいたいと思います。まだ恥ずかしくて慣れれば大丈夫、慣れれば大丈夫、100回言えば大丈夫。プッシーさん、プッシーさん、はい、みんなで言ってみよう。プッシーさん、プッシーさん、プッシーさん、今まで恥ずかしかった人もここで言っちゃいましょうね。プッシーさん、プッシーさん、プッシーさん、スゴリさんでした。どうも、Thank you.